やつってなったら分かんないな。洗顔料むずい。なんだろう、資生堂とか。フクロウは肉食。フクロウ、そうなの？フクロウってさ、何食べるんだろう。カズくん、こんばんは。ミミズクはフクロウの仲間で、耳のあたりだけが、羽が立ってるので耳に見えるって。あ、そうなんだね。へえ。羽が立ってるから耳に見える。へえ、かわいい。カズくん、ハートありがとう。ちょっと検討するかーって、フキくん。ねえ、もう。でも刺激が弱いやつがいいと思うな。弱酸性みたいな。オルビス知らないかーって。あれなら知ってるよ。オイコス。ヨーグルト。ワコちゃん、ワコちゃん頑張ってありがとう。大型のインコ飼うと50年以上生きるらしいわよ。え、めっちゃ長生きだね。おっさんにおすすめの日焼け止め教えてください。日焼け止めか。日焼け止めは、私はアネッサ使ってる。アネッサ。でもスプレータイプの日焼け止めとかもあるじゃん。そういうのなんか使いやすそうだけどね。フクロウってネズミとかリスとか食べんの？ フクロウ残酷。子猫なら持って飛べるから食われるね、フクロウ。子猫食べないで、子猫。ケイスケくん、こんばんは。アミちゃん、ペンライトやっぱり青色って。いや、水色がいいな。アネッサ。そう、アネッサっていう日焼け止めがあるんだけど、それをずっと使ってる私は。なんかアネッサが一番強いみたいな、効果が強いみたいな言うから買ったんだけど、でも実際どんなに日焼け止め塗っても、ずーっと炎天下に何時間もいたら一緒だと思うんだよね。まあでも気持ちの問題じゃない？だって日焼け止め塗るってことはイコール日焼けしたくないってことじゃん。だから日焼けしないように対策してるってことじゃん、常日頃からね。だからその気持ちが大事なんじゃない？気持ち、気持ち、やっぱ何でも気持ちだね。オルビスのミスターシリーズで化粧水とか、あー、いろいろあるのよって。あ、オルビスってブランドの名前か。日焼け止め、今はビオレのエアリズム使ってる。アネッサは高いけど間違いない感じよねって。そう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 、そうなの。高級品なんだけど。過去にティフ出ててびっくりって、ケンジ君。そう、ケンジ君一回ね、ティフにはね出演させていただいたことあるんですけど、ホットステージはね、ティフのメインステージは出させていただいたことがないので、メイン出れるよう頑張ります。飲む日焼け止め、ああ、までは使ってないんですねって。飲む日焼け止めね、トランシーノとかね、前まで飲んでたんだけど、今はちょっとライブとかがないから、夏のライブとかがあったら飲むんだけど、野外ライブとかがあったら飲んでるんだけど、今はちょっとないから飲んでないな。ちっちちゃん、こんばんは。夜更かしさんですね。牛丼牛抜きさん。もうちょっとで終わるよ。すいません、もう焼けてますって。ペプシマン。小麦色のペプシマン。つかどん、こんばんは。日傘使うって、日傘使ってる。洗顔だと1700円とかだった気がする。高いよ、高い高い。1700円は高いよ。私は、いやもう本当になんか、私はね、やっぱね、泡でね洗顔してます。
ネッサのドラえもんのパッケージのやつはちょっと欲しかった。なんかコラボしてたね。ティフアスカイステージがすごいんだけど、真夏たどり着くまで地獄って。スカイステージめっちゃね、風でも風強すぎてなんかやばかった。スカイステージティフは今年もほぼ確定で行きそうって。あ、本当に。ふきくん出れるよう頑張ります。胸焼けなら飲んだことある。胸焼け止め。面白い。本当にザワくん、ザワくんこんばんは。アマゾンで折りたたみ日傘買いました。ボタン押して開封するやつ。へ、トミーちゃんすごっ。リッチじゃん、リッチ。今年もアミちゃんなら出れるよってケンジくん頑張ります。ビオレのリキッドウォーターなんちゃらの日焼け止め使ってる。だってバリッチちゃんもいい感じ。スカイステージ階段で、階段めっちゃ登らされるって。え、そうなんだ。スカイステージ懐かしいな。風強すぎて、風強すぎてやばいってなってたんだけど、でもめっちゃ楽しかったな。もうなんかこのまま風に飛ばされるんじゃないかっていうぐらい強風だったんだけどさ。ザワくんハートありがとう。だいたい毎年ダイバーシティでずっと休んでる人いる。ダイバーシティ近いもんね。ザワくんハートありがとう。お客さんフジテレビの野外階段めっちゃ登らされるのよって。そうなんだ。ティフ自販機業者の方には本当に感謝。そうなの。ペプシマン。シンさんマイクありがとう。シンさん音符もありがとうね。シンさんありがとうございます。馴染みやすいし匂いも強くないからいい感じ。おお、バリッチちゃんおすすめの。いいね。ちゃんと冷やして入れてくれる。え、それはありがたいね。観覧側はたどり着くのに一苦労よって。あ、そうなんだ。私たちはどうだったんだろう。エレベーターだったんかな。エレベーターだったんかな、確か。あ、そうだ、エレベーターめなんか乗ったわ気がする。時間間に合わせるために階段を高速移動するだけです。体力つくよ。素晴らしい。響きくん流れ星ありがとう。キラキラ光る響きくん星ありがとう。お、もうちょっとで、もうちょいで2時なので、そろそろね、スクショタイムをちょっと取って終わりたいと思います。ありがとう、深夜配信来てくれてみんな。ティフで昔吉田豪さんにとあるアイドルの特典券もらったことあるって。え、すごっ。熱中症気をつけてね。ワイはアミちゃんに熱中症だけどな、キリ。熱中症ってゆっくり言って。アイドルはエレベーター使えるから大丈夫。まあね、そうだね。だってあの出番前にね、息切れしてたらやばいもんね。ザワくんかわいい、嬉しい、ありがとうございます。高本アミです。ティフでデビューオーディションに参加させていただいてます。毎日ぬいぐるみと一緒に配信してます。よかったら覚えてください。しなこっ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 こ、しなこっこっこっこ。やば、頭から離れない。本当に頭から離れないよ。特典会の場所暑すぎた記憶って。確かに、もうティフだってもう真夏じゃん。だって8月ね、8月初旬なんていうの、8月上旬か多分ね。ねえ、チューしよう、キャー、ペプシマン、キャー。ねえ、チューしよう、トミーちゃん、キャー。このあと F1 フリー走行やるので寝ないで見ます。おお、ミンミンちゃん、オール野外フェスで撮るチェキがいいのよって。確かに自然光で撮るチェキいいよね。アンジュニちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。ということで、スクショタイムいきます。いくよー。くっそはずいんですけど。トミーちゃん
初見です。ありがとうございます。来てくれて。いきます。スクショタイム用意スタート。スクショお願いします。チャチャチャンチャチャチャンチャ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 ンチャンチャンチャ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 ンチャンチャ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 ンチャンチャ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 ンチャ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 ということで、今日も一日お疲れ様でした。明日はね、土曜日、お休みだよって方はゆっくり休んでください。お仕事だよって方は頑張ってください。お出かけだよって方は楽しんでください。なおこちゃん、こんばんは。サンリオピューロランドでライブできるアイドルになりたいねって。そうなの、本当に。ケンジくん。こちらこそ今夜も2時間近くありがとうございます。トミーちゃん、こちらこそだよ、ありがとうね。ふと思う、キティちゃんどんな日焼け止めを使ったらそんな美白がも保たれるのだろうって。確かにキティちゃんに聞いてみるわ。ねえねえキティ、ねえねえキティ、なに、私は生まれつきだから、生まれつき白くって日焼けすること、お外に出ても日焼けすることがないんだって。私は寝ています。なおゆきくん、なおゆきね、ありがとう。なおゆきくん、ケンジくん、流れ星ありがとう。キラキラ光るケンジくん星、夜中までおつあみありがとう。えちゃんハートありがとう。こんばん、あみちゃん、わあ、まなとくんギリギリセーフ、滑り込み。キティちゃんって口どこって、口はこの辺なんじゃないキティちゃんは毛だからキティちゃんの通訳発見、超天才アミちゃんありがとうね。ほんと滑り込みです。もうちょっとで配信終わっちゃうんですけど、毎日配信はね続くので、日付変わって本日もね、また配信します。よかったら遊びに来てください。ちょっともう帰ってきて前髪もボサボサだからお風呂に入りたいと思います。ありがとうございました。壇上読みますよ。定期キティちゃんは猫ではありません。壇上読ませていただきます。マナトくんハートありがとうね。いきます。13位トラテツちゃん、12位シンシン、11位ジャッキーちゃん、10位アオンちゃん、9位 SFPK ちゃんありがとう、8位セヨウちゃん、7位トミーちゃん、6位ヒビキくん、5位シンちゃん、4位シンさん、3位ザワくん、2位エちゃん、1位コーチンありがとう。パチ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 、コーチン殿、あなたは高本亜美ちゃんのライブ配信で成績の優秀を残したことをここに称します。優秀な成績ありがとう。2024年、6月7日ありがとうございます。コーチンパチパチ、お疲れ様でした。またね。えちゃんありがとうね。えちゃん、ポンちゃんパー早いよ。トミーちゃん、はい、お風呂で寝落ちしないようにねって。お風呂で寝落ちしないようにする。セヨちゃん、はい、ありがとう。キリーちゃんの体重リンゴ3個分、そうだ、リンゴ3個分しかない、軽すぎよね、ほんと。おはよう。あ、アスカちゃん滑り込みセヨちゃんパチパチ、ケンジくんチョキ、またいつか来ます、来てね。えちゃんお休みありがとう。6月8です。6月8か、日付変わったから。アオンちゃんお休みありがとう。高本亜美のオールナイトニッポン2部は3時からですありません。おやすみ、かわいいよ。ケンジくんありがとう。おやすみねって。フキくんもありがとう。最後じゃんけんして終わりたいと思います。高本亜美ちゃん、じゃんけん、じゃんけん、せーの、パーパーでした。ありがとうございました。パーでした。
またね、しんちゃん、ぽんちゃん、またね、トミーちゃん、パー、アイコ、ザワくん、セヨちゃん、ぽんちゃん、マナトくんも、トラテツちゃんも、ありがとう、みんなじゃんけんしてくれて。せーのって言ったら後だし。負けたチョキ、負けちゃったって。2回連続勝ってる、やったって。すごい、今日もアイコありがとう。こちらこそありがとうね。また、明日的な今日もじゃんけんしに来てくださいね。ありがとうございました。またね、みんなありがとう。おやすみなさい。ゆっくり寝てね。やった、ありがとう。マナトくん、ハートありがとう。またね、おやすみなさーい。よく寝てね。眠れ、眠れ、みんなおやすみ。眠れ、眠れ、また今日ね。またね。今日は全勝。すごい、今日も可愛い、嬉しい。トラテツちゃん。えちゃん、バイバイ。ひびきこ、おやすみ。とみちゃん、すやー。のぞみちゃん、またね。まなとくん、本当に可愛い。けんじくん、またね。まなとくん、おやすみ。ありがとうございました。せよちゃん、すやー。ありがとう。終わりです。ありがとう、みんな。本当に夜更かし配信ありがとうございました。またね。明日ね。明日的な今日ね。